こんにちは、パーソナルトレーナーの藤原浩太郎です。今回のトークテーマでは筋トレのメニューの作成方法についてお話ししていきます。今回はね、前編と後編に分けてやっていこうかなと思います。前編では実際に僕たちトレーナーがですね、作るにあたって気をつけてるポイントを4つと、あとはですね、皆さんよくありがちな絶対にダメではないけど、やっちゃってる、あまり良くない筋トレの作成方法について3つ紹介していきます。そして後編の方では、それぞれのセット数とか、何回やればいいのか、あとは、インターバル何分取ってるんですか、トレーニング時間いくつですか、トレーニングの頻度はいくつですか、みたいな、ちょっと細かいことをですね、後半に話していきます。で、この動画は後編になるので、もし前編見てない方はですね、概要欄からチェックして見ていただけたらなと思います。はい。ぜひ最後まで見ていってください。それでは後編のスタートです。前編を見た方はですね、トレーニングと内容とか、あとはですね、メイン種目とか決めたかなと思います。そして目標とか設定したかなと思います。それぞれの回数やセット数詳しくですね、お話ししていこうかなと思います。筋力アップ、そして瞬発力を上げたい方はですね、簡単に言うと低回数高重量をこなせば OK です。具体的に言うと、だいたい2回から4回ぐらいの回数、セット数は2から4セットがいいかなと思います。多分ね、4セットね、多分できないと思います。ギリ4セット目は1回できるかなぐらいなので、3セットぐらいを目指して頑張っていただけたらなと思います。どんぐらいの高重量かっていうと、ベンチプレス100キロ1回上がる人だと、80から90ぐらいを2セットして、低回数2回から4回目指して、繰り返し3セットほど頑張っていただけたらなと思います。1セット目はですね、そこそこできると思います。はい。一番ベストなのが2セット目ね。2セット目が一番パフォーマンスが出るところ。1セット目で使った筋力、そして可動域が上がるのも2セット目が一番です。で、その広がった可動域と慣れた筋力で、最後にもう気合で頑張るのが3セット目になります。基準的には1セット目は、筋トレのスタート。そして 2セット目で最大限のパフォーマンス発揮。そして3セット目はそれを頑張る。みたいな感じ。で、物足りなかったら4セット目やっていただいても結構です。はい。で、高重量はすごい重いので、反動を使ってもらっても構いません。はい。例えば瞬発力を上げたい。スポーツパフォーマンス系で瞬発力を上げたいとか、瞬間的な力を発揮したい。もう投げるだったら、この動作ね。この一瞬で、すさまじい力を発揮したいっていう方とかだとおすすめ。で、反動を使ってもらった方が、スポーツパフォーマンスには、つながっていきます。スポーツパフォーマンスも、反動を使ってるので、全部。筋トレするときも、反動を使ってですね、筋トレしていただけたらなと思います。はい。次は、筋肥大をしたい。そして、スポーツパフォーマンスのシーンでは、フィジカルの強化。そして、もうちょっと細かく反動を使いたいよ、強くしたいよっていう方向けの、回数とセット数です。これはですね、だいたい8割ぐらいのパワーで、8から12回を、頑張っていただけたらなと思います。それをだいたい3セット以上頑張りましょう。最低、3セットですね。先ほども言った、スタートと、そして2セット目でパフォーマンスを一番発揮できる、セット。そして最後、気合で頑張る。っていうのが3セットの基準です。はい。で、スポーツパフォーマンスの方はですね、バンバン反動を使ってですね、頑張りましょう。反動を使うと、ちょっと重くても、頑張れるんですよね。なので、バンバン反動を使ってですね、スポーツパフォーマンスの場合は、トレーニングに励んでいただけたらなと思います。シンプルに筋肥大したいよって方は、反動を使っちゃダメですね。反動なしで頑張りましょう。で、次はダイエット向け、そして女性向け、で、あとはスポーツパフォーマンスの技術的な向上をしたいなっていう方は、
15回ぐらいを目安に頑張っていきましょう。なので先ほどまで言ってたですね、重さでやるセットしてしまうとですね、15回もこなせなくなるので、15回できる、まあ結構な軽い重量で全然 OK、 結構な軽い重量で15回以上頑張りましょう。で、動けば動くほどですね、筋活動量っていうのが上がりますね。要はその動いた分エネルギーが消費していくので、ダイエットには向いてますよっていうお話ですね。そしてスポーツパフォーマンスのシーンでは、15回以上こなすようなトレーニングっていうのはですね、まあ技術的な向上になります。まあ15回じゃ終わんないですね、多分スポーツアスリートとかと20回とか30回とか多分頑張ってもらう形になるんですけど、スポーツパフォーマンスをしながらのエクササイズとかトレーニングになるので、まあそれをひたすらこなしてもらいます。スポーツパフォーマンスでこのトレーニングが発揮できるシーンっていうのが、やっぱりですね、当たり負けしないところですね。フィジカルが強いというか、耐久性がかなり上がります。すごい高回数重ねることによってね、筋持久力っていうのが向上します。なので相手とぶつかった時、瞬間的な力はまあその高重量向けのトレーニングの方がいいですけど、瞬間的にぶつかった後耐える力ね、相手との競い合うこの耐久性能っていうのがすごく上がるので、この低回数もバカにできませんね。やった方がいいかなと思います。自分より大きい、体の大きい方とマッチアップしてもですね、耐久性が上がるので、比較的に負けづらくなりますね。はい、勝つのはちょっともしかしたら厳しいのかもしれないけど、負けづらくなります。はい、耐えることができますので、まあおすすめっちゃおすすめですね。ただ筋持久力っていうのが、ただ単に筋肥大するものよりも、つくのがすごく長いんですよね。はい、筋肥大の場合3ヶ月ぐらいで結構効果現れてくるんですけど、筋持久力ってなると結構難しくてですね、本当に根気強く続けていただかないと、なかなか実感はできないんですよね。しかもなおさら毎日すごい体のでかい人と当たってですね、確かめるわけにはいかないしね。はい、試合の時とかにすごい発揮されますので、まあふとした時にね、多分気づけるかなと思いますので、まあやって損はないので、てかやった方がいいので、ぜひやってみましょう。そして次はインターバルについてです。皆さんインターバルってどれぐらい取ってますか？筋トレと筋トレの間のインターバルですね。はい、これ結構何分とか結構基準があります。どんぐらい休めばエネルギーってどんぐらい回復するのっていう基準があります。まあ大きく、まあ3つ紹介します。30秒の場合はエネルギーが 50% ぐらい回復します。そして3分の場合は 98% ぐらい。そして5分の場合は 99% ぐらい、エネルギーが回復します。これどうやって使い分けるかっていうと、筋持久力、先ほど言った筋持久力を上げたい方とかだと、インターバル30秒から1分の間で結構、はい、あまり回復しすぎない時にちょっと疲れてるなぐらいの時に筋トレーニングを入れてあげたら筋持久力っていうのが伸びやすくなります。そして3分5分取るインターバルを取るトレーニングだと、筋肥大とか高重量の方が3分5分取った方がいいです。まあ、大体3分あれば98% エネルギーが回復するので、次のセットも同じ回数ぐらいこなせるので、まあ筋肥大の方は3分ぐらい頑張って取りましょう。高重量の方もね、最低3分ぐらいは取った方がいいです。で、マックスとか測定するときは5分ぐらい空けた方がいいです。 99% ぐらいね回復するので、5分ぐらい空けてからトレーニングインターバルを頑張っていきましょう。そして最後頻度なんですけど、トレーニング頻度はですね、まあボディメイク系とかだと頻度は高いければ高い方がいいかなと思います。ただ休息は絶対入れた方がいいですね。はい、まあ例えるなら週7あるうちの7分の、5か6ぐらいの頻度でやればいいかな。
筋肥大したい方、高重量の場合はですね、かなりですね筋肉への負担がでかいので、3日に1回とかの方がいいですね。はい、あまり高頻度でやられると筋断裂しすぎて筋肉痛がね1週間ぐらい続いたりしてちょっと邪魔になってくる、トレーニングのね邪魔になるので、まず3日筋トレした3日とか2日空いたトレーニングとかの方がおすすめ、3日後にやるみたいな感じ。はい、高重量の場合はね、筋持久力上げたいよって方、あとはダイエットメインにね、高回数こなしたいよっていう人はですね、ほぼ毎日頑張っていただいた方がいいかなと思います。まあ収録かな、収録ぐらいでやっていただければ一番ベストかなと思います。はい、とにかくね、筋肥大したい方は頻度が一番大事らしいので、最近の研究だとね、論文だとそう発表されてるので、頻度ねしっかり重視しながら頑張っていきましょう。まあ無理せずね、仕事とかもあると思うので、無理せず自分のできるタイミングでやっていただけたらいいかなと思います。じゃあ他にもね、何かこういうのなんでどうしてですかみたいな聞きたい方はコメントお待ちしておりますので、ぜひコメント書いてください。じゃあ最後まとめて貼っておきますのでご覧ください。一時停止して見ていただけたらなと思います。界隈もね、かなりですね、変わってきてるんですよね。全身法、あとは分割法、どっちがいいのかとか、昔はですね、高重量を結構重視してたのが、今ではフォーム重視をされて、頻度を上げた方が筋肉つくよ、みたいな、時代はかなり変化しているので、そういうのに追いつきながらですね、まあ、定期的にこういう動画を出してですね、更新していこうかなと思いますので、ぜひ最後まで見てくれた方はご視聴ありがとうございます。前編もね、あるので概要欄から飛んで見ていただけたらなと思います。これで今回の動画は終了です。はい、SNS のフォロー、そして、YouTube のフォローお願いします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。